はい、おはようございます。はい、やってまいりました。今日のワンコンテニュー。はい、本日のゲームはこちら。不思議の海のナディアというゲームですね。はい、まあ、ゲームというか、まあ、元のアニメがあってからの、アニメ化があってからのですよね。はい。NHK でやってたんですけど、このアニメって。まあ、見たことはないのですがね。はい、こういう、まあ、カセットのパッケージはこれか。これ箱説だとどう、箱だとどうなんでしょうね。もうちょっとこう、ダーンって出てるんですかね。そのキャラクターが。どうでしょう。ナディアが主人公ですか。あの女性、色黒というか、まあ、の、まあ、あちらの国の物語みたいなのあれですよね。確かね。海の方の島国の物語みたいな感じですよね。そんな感じでですね、今日のワンコンテンツに一回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかところをですね、まあ、体験お送りなどなどできればと思っておりますが、まあ、確かこれアドベンチャーだったと思うんだけどな、何かで見たとき、まあ、全く分かんないんだけど、そんな感じで、良き時間で区切りましょうという感じになると思います。よし、お願いします。ちょっと待って、タイマーを、ストップウォッチを、よし、行きましょう。NHK 総合って書いてある。大丈夫かな、じゃあ。厄介なことにならなきゃいけないな。この曲がもうその曲をそのそうそう、この人知ってる。あれ、左の誰？左の犬、猫、ネズミ、誰？何？プッシュスタートと書いてある。さあ、なんか、このまま放置してれば、デモ画面、オープニング画面とかが出るのかどうか気になりますけど。あ、1989年に NHK で放送されたアニメーションということなんですかね。で、まあ、91年に東宝が、まあ、ゲーム化しましたよということで、やってるでしょう。はい。どうでしょうね。まさかのアクションとかシューティングだったらどうしよう。どうしてくれようか。どういう系の物語かも全くわかんないんだよな。さあ。とりあえずは何も始まらなさそうだな。左の生き物が本当、ねえ、耳の形は犬っぽくもあり、ネズミっぽくもある。でもヒゲがあるからなんか犬っぽくはない。尻尾の感じはネズミっぽい。やっぱネズミかって感じだけど。どうなんでしょうね。さあ、そうこう言うてる間に、オープニングは始まらなさそう。BGM は一周したかどうかの区切りはもう全くわからない。よし、というわけでプッシュスタートいきましょう。あ、ゲームスタート、登録する、登録オーケース、登録オンに環境設定、環境設定一旦見ようか。ゲームスピード、バトルスピード、何ですって ?RPG かな、じゃあもしかすると。じゃあゲームスタートで。え、1人、2人ゲームテーブルゲーム、何ゲームだこれ。1人ゲームじゃん。プレイヤーを選ん、テーブルゲーム登録されておりません。登録したらええんちゃうんか。え分からないときは換気地です。あ、いいよ。じゃあゲームスタート、一人ゲーム、換気地で。何よ、パリの街並み、ストーンサークル、なんでしょうねこれ。ガーゴイル城、バンデルガント城、はあ、倉庫、え、急に、パイプライン、急に、海底、南極、洞窟、え、神殿、なんでしょうね。じゃあせっかくだから、まあ、パリの街並み、まあ、1の1でいいか、よくわかんない。え、何、全然わかんない。ボックスが現れたらしいよ。はあ、換気扇、あー、シューティーじゃなかった、シミュレーション、アドベンチャーでも何でもなかったな。グランディス、シロクジラ、はノーチラス、軍人将棋みたいなこと、ネモ、南極基地、え、グラタン、え、ナディア、キング、あ、これさっきのあるか、あの不思議生命体、エレクトラ、え、ジャン、あ、ジャンって人、あのメガネかけた男の人だっけ、なんかその人の顔を思い出そうとすると魔女の宅急便のあの男の子の顔がザッピングする
技は使いません。バッツ技フリーズ魔法どうしよう。あ、一ターンにつき一人しか動かせられない的な。あ、なんか使われたよ。誰に使われた？南極基地は12のダメージ。何ですって？ファミコンウォーズ的な感じとかで言うと、この街にたどり着くとなんかいいことありそうだね。それは単独行動するのはありなのかどうなのか。止まった。あれおいおいおい、おお、動いた。え、今何、長考ですか？長く考えると書いて長考ですか？今の止まらなかった。なんでしょう。ロング、あ、ロングをナディアに食らった。13だ。あ、落ちた。ちょ待ちいいな。ちょ待ちいいな。え、ナディアが多分王様的ポジションで、そこが落とされたから終わり。初心者狩りにも程があるやるんだもん。バカじゃないよ。はい、というわけでお送りしてきましたのは、不思議の国海のナディアというですね、初心者殺しシミュレーションでした。はい、これが原作に沿ってるのか沿っていないのか、世界観を守ってるのか守られていないのか、そのあたりは全く分かりません。さあ、というわけでね、このアニメのファンの皆さんもどう思いますか？はい、というわけでお疲れ様でした。さようなら。逃げろ。